ドリームキャストが送る超大作スーパーアクション、ソニックアドベンチャー。この制作発表会を8月22日有楽町東京国際フォーラムにて行います。当日の君の声がゲームになるかもしれない。だある日俺は街で謎の液状生命体と出会った。カオスっていうのかこいつ。どうやら悪の科学者ドクターエッグマンが一枚噛んでたらしいな。面白いことになってきた。エッグマンの思い通りにはさせないぜ。俺はソニック、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ドリームキャスト。俺はナックルズ・ザ・イキドゥナ。物心ついた頃から理由も知らずマスターエメラルドを守り続けている。俺にとってはそれが全てか。しかしある夜、一条の稲妻がマスターエメラルドを砕いた。そして中から謎の怪物が出てきた。なんだこいつは。このマスターエメラルドには大変な秘密があったんじゃないか。エメラルドのパワーが強力すぎて飛行機は墜落しちゃったんだ。そこを助けてくれたのが僕の憧れのソニックだった。よし、ソニックと一緒にカオスエメラルドを探すんだ。今度は僕がソニックを助ける番だからね。ビッグ大好きな親友のカエル君と一緒に釣りしてるのが大好きだけど、ある夜大きい音で目が覚めたらカエル君がカオスエメラルドを飲み込んでどっかに行っちゃうんだ。ちょっと待ってよカエル君。D10にコードネームガンマ。ドクターエッグマンに作られたロボットだ。マスターの命令は絶対だ。邪魔するものは破壊、青いハリネズミは敵だが、本当にこれでいいのか。私のなすべきことは本当にこれでいいのか。わしがこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。見たか、これこそがカオス。カオスエメラルドを与えるたび強力に変身していく怪物だ。こいつを使って街を破壊し、そこにエッグマンランドを建設してくれる。破壊じゃ、破壊じゃ。勇気ある者だけがその結末を知る。駆け抜けろ冒険の地へ、ソニックアドベンチャー。Sonic Adventure。 おいソニック、本当にやるのか。ああ、俺は冒険が大好きなのさ。 OK Sonic Go。 やっほー。 ソニックはアドベンチャーが好き。ソニックアドベンチャー。 Dreamcast Sonic Adventure。
ソニック本当にやるのか。ああ、俺は冒険が大好きなのさ。止まることのない大冒険、インターネットでも広がる遊び、みんなやってるソニックアドベンチャー。